ゲームの中って相当高い輝度まで実は内部的には表現してるんですよね。 XR の場合そこでパネル側にきちんと力がある、最大輝度がすごく高いっていうのもあるんですけれども、黒い部分の黒っていうのもすごく締まっているので大きな輝度差が生まれる。それは実際僕らが見ている普段の景色と同じなんですけれども、そこがやっぱりリアリティを感じる理由だと思いますね。